ケント州立大学はアメリカ合衆国をハイし州ケント市に本部を置くアメリカ合衆国の公立大学である1910年に設置されたケント市にあるケントキャンパスは自然の残る1000エーカー以上の広大なキャンパスの中に寮、図書館、ケント州立大学博物館、アイスアリーナなどが設備され周辺には大学専用のケント州立大学フットボールスタジアム ケント州立大学ゴルフ場やケント州立大学飛行場も完備されている。ケントキャンパスの他に、オハイオ北東部に7つの地域キャンパスを持ち、ネットワークシステムで8つのキャンパスを結んでいる。1965年にドクター・ブラウンが設立したケント州立大学液晶研究所は、液晶技術開発で世界的に有名である。発砲事件の起きた、 当時の大学校内の地図県都州立大学、銃撃事件から1970年5月4日、ベトナム戦争反対のための集会が、大学校内で開催されていたところ、警備のため派遣されていた州兵が、参加者に発砲し、4人の死亡者と9人の重軽傷者を出し、社会問題となった。その時の出来事が、ニール・ヤング作詞作曲、クロスビー、スティルス、 ナッシュヤング演奏の、オハイオで歌われている。カレッジオブアーキテクチャーエンバイロメンタルデザイン。カレッジオブザアーツカレッジオブアーツサイエンシズ。カレッジオブビジネスアドミニストレーションカレッジオブコミュニケーションインフォーメーションカレッジグラデュエート。スクールオブエデュケーション。ヘルスヒューマンサービス。カレッジオブナーシングカレッジオブテクノロジー総長は、ビバリー・ウォーレン。全キャンパスで、 学生数は4万1891人と、オハイオ州の中で最大級の規模を誇る。2010年には、タイムズハイヤーエデュケーションの世界のトップ200校の一つと評価された。多くの日本の大学と提携しており、毎年数十人の交換留学生を受け入れている。提携大学、大阪松員女子大学、島根大学、日本大学、広島文教女子大学、 広島修道大学、広島女学院大学、立教大学等フットボール、バスケットボール、アイスホッケー等が盛んで多くのプロプレイヤーを輩出している。チームカラーはネイビーブルーとゴールド。マスコットキャラクターはゴールデンフラッシュズ。ありがとうございます。